アクシオン、あるいは、アキシオンとは、素粒子物理学において、標準模型の未解決問題の一つである強い、CP 問題を解決する、仮説上で、その存在が期待されている未発見の素粒子である。冷たい暗黒物質の候補の一つでもある。標準模型には、CP 対称性を破る異相パラメーターが二つ、存在する。一つは、 CKM 行列の位相であり、もう一つは、量子職力学の位相である。CKM 行列の位相は、ベル実験をはじめとする B 中間手法界の精密測定によって測られており、CKM 行列は CP 対称性を大きく破っていることが知られている。一方、量子職力学における CP 対称性の破れは、中性子の電気双極子などを通して観測できるが、 量子職力学では極めて高い精度で CP 対象性が成立していることが分かってきた。この両者の違いは標準模型の破綻を必ずしも意味しないが何らかの説明を必要とする不自然なものであると考えられた。この問題は強い CP 問題と呼ばれている。アクシオンは強い CP 問題の解決策の一つとして提唱された未発見の粒子である。 アクシオンは、ペッチェイクイーン対称性の自発的対称性の破れに伴って出現する南部、ゴールドストーン粒子である。ペッチェイクイーン対称性は、量子食力学に対してアノマリーを持ち、この性質によりアクシオンは、量子食力学の位相を動的に吸収することが可能となっている。様々な実験や観測を考慮した結果、アクシオンの質量は、 電子の約1億分の1以下という非常に微小なものだと考えられている。また、光子と非常に弱いながらもお互いに反応するため、光子との反応を使った探索方法が有力なものの一つとなっている。特に、磁場とアクシオンの反応によって、光子を作る逆プリマコフ変換を利用した実験は数多くある。様々な理論により観測が試みられている。 代表的な検出原理、プリマコフ効果で、アクシオンを行使に転換行使を、検出アクシオンは、強い磁場の中で光に変わると予測されており、この性質を利用した検出が、世界各国で試みられている。例えば、東京大学のグループは、太陽から飛来する、アクシオンに強い磁場を引火して、X 線に変換し検出する試みを行っている。 暗黒物質の候補にも挙げられているため、京都グループはリドベルク原子を用いて検出する独自の着想により探索を続けている。アメリカのグループは超電動磁石を用いた強磁場の下で暗黒物質のアクシオンが電磁波に変換して検出を試みる最先端にいる。最近では素粒子実験物理学のメッカであるヨーロッパのセルンにおいても太陽から飛来する。 アクシオンを大変高い感度で検出を試みる実験が進められている。2019年、京都大学、東北大学の研究グループは原子惑星系円盤の観測によるアクシオンの探査法とその研究結果について発表した。原子惑星系円盤は同心円状の変更パターンを持っており、アクシオンが存在すれば変更パターンに渦巻き状の乱れが生じるとされる。 研究グループは、スバル望遠鏡の取得した原子惑星系円盤の観測データを用いて分析を試みたが、変更パターンの乱れは見つからなかった。この研究により、アクシオンが光に与える影響度合いを示す結合定数の上限値を、これまでの研究の10分の1以下に小さく更新することに成功した。2020年6月、 イタリアのグランサスソ国立研究所で実施されているゼノント実験において予想外の過剰な事象が検出されこの原因としてアクシオンが関与している可能性が発表されたただし同じエネルギースペクトルにはトリチウムの崩壊によって生じる電子があるほかニュートリノが関与している可能性も排除されていない観測の精度は 過去最高の99.98%に達したが、素粒子物理学の世界で発見と認められるには、99.9999% 99 99が必要とされる。そのため、今後さらに大規模で高感度なゼノンと実験によって、死因が明らかになることが期待されている。暗黒物質の候補でもあるが、2020年6月に3シグマで検出されたアクシオンは、 韓国物質とは直接関係しない別のタイプのものとなる。ありがとうございます。